まず商品入れるんだ、この中に入れてもらうから、それからアプリ会員の方はバーコードをかざしてください。あ、アプリ会員の方はね、これやるんだ、ここやってやるんですね。アプリ会員ですね、はい、次に商品を入れてからアプリ会員、大体みんなアプリ会員の人多いですからね。はい、アプリ会員なんで、それでバーコードをかざすということでね、はい、ここで点数をご確認ください。はい、そしたらね、商品の点数が出てきますんで、それをお支払い画面、ね、いらっしゃいません、ガバーを支払い方法を選択してください。スタートボタンを押してください。はい、そしたら現金かクレジットかどっちかに、どっちかするってことですね。現金の方はこちらで、クレジットカードはこちらということですね。はい、いらっしゃいませ。クーポン関係とかね、こういうのもある。全ての商品を入れてスタートボタン、今回現金です、ね、お金を入れてください。はい、そしたらここにね、お金入れるところに入れます。こっちは、ね、紙幣で、こっちは貨幣ですね。ここに入れるんですね。はい、札はこちらに入れてください。よろしければ確認ボタンを押してください。はい、そしたら確認ボタンね、押せばいいですから。ああ、 GU はこうなってるんですね。お釣りとレシートをお取りください。はい、お釣りとレシート、お釣りがここから出てる。ご利用ありがとうございました、はい、商品をお取りいただきカウンターにてお包みください。はい、そしてその後ですね、まだここはレジは終わったんですが、今度カバーを開け、この中はね、全ての商品を入れてスタートボタンを押してください。はい、これでね、商品をこちらの、ね、カウンターで入れるということですね。営業時間のご案内を申し上げます。当店は午後8時をもちまして閉店とさせていただきます。ここにね、袋があるんで、ね、ご覧くださいませ。あ、この中にいる。はい、なるほど。はい、これで終わりですね。はい、こんな感じです。はい、はい、はい、なるほど、これで一連の流れですね。はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、やっていただければ GU はできるんで、それではよろしくお願いします。